今回は体に無理なく、体力に無理なく、だけど全身使いたいよって方におすすめなメニューを紹介します。あまり動いてない日や食べ過ぎた時、動画を見ながらやってみてもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。それでは行きましょう。よっしゃ、行きましょう。それでは1分間頑張ってみましょう。行きます。スタート。こんな感じでね、スマホ見ながらの人は片手振って、辛い。さっきの説明で結構もう辛くなってる。やべえなこれ。さあこうやってね、手を振りながら、できるだけ低い位置がいいです。これ週2回でいいです。頑張ってください。ちょっと1分長いんですけど、このね硬くなってる部位がね効いてる部位なので、前ももばっかり効いてるって方はもうちょっとつま先開いてね、ももの裏触りながらどこが効いてるかなーってやってみてください。はぁ、きつい。もも裏つりそう。あとちょっとです。しっかりね後ろの方で腕回すとね、背中も鍛えられますんで。あーきくー。オッケー。あー叩いて叩いて、皆さん叩いて、あともう一回頑張りましょう。よっしゃ。さあちょっとね、休憩時間短いかもしれませんが、ちょっとね、頑張って週2回なんで追い込んでいきましょう。さあいきます、ラスト。スタート。もしね、もう耐えられないよって方はね、ちょっと位置をね、上げてください。こうやってこういう感じで使う部位がね、変わるだけで全然余裕ですので、やはりこのステッキングポイントはね、もうかなり辛いと思います。ここでね、耐えれる方は頑張ってください。かー、もも裏にすごい効く。これね、家で一人でやってるならいいですけど、急に人に見られたらびっくりですよね。動画見ながらノリノリみたいな。いやー、きつい。もも裏がつりそう。でもね、これ1分頑張ることでね、結構効きますんで、辛くてもね、位置変えてもねいいので、あと少しですよ。うおー、くおー、ガッガッガッ、オッケー。ももの裏がねすごく痛くなってると思います。もちろん前ももも痛くなってると思います。ちょっと今からストレッチを少しだけしましょう。今ね、もも裏しっかり使ったんで、ちょっと軽く足開いてもらって、できればつま先しっかり上げて、体をね遠くに持っていく感じで、こういう感じでね動いてください。これをね最後30秒だけやっていきましょう。それではいきます。スタート。こういう感じでね、つま先しっかり上げて遠くに持ってってください、体を。あー、こういう感じでね、この動きに慣れてきたらちょっと体倒してキープ。動きをだんだんちっちゃくしてください。最後前、あと少しです。 OK。 それではいきます。スタート。足伸ばしてタオルを抜けない状態を作ります。いろいろ足を動かしても抜けない状態を常に保ってください。あと少しです。はい、 OK です。今の腰を丸めた感覚を作って腹筋を行います。まずは動くデッドバグです。寝た状態で膝をパカッと開きます。そしてお尻を上げます。お尻を床につけると同時に上体を起こしていきます。このままだと上体が起き上がれないよっていう方におすすめです。お尻を下ろすと同時に起き上がる。腰は丸めた状態です。これを20秒間やっていきましょう。息は1回ずつ起き上がる際に吐きます。それではいきます。スタート。こういう感じです。お尻がバタンとなる場合は腰が丸くなってないです。静かに起き上がれるようになってくるとうまくできてます。はい、 OK です。次は今の腰の状態を作ったまま足を上げて、足を下ろすと同時に揺れます。こういう感じです。腰がずっと丸くなってないとうまく揺れることができないので、うまく揺れるように意識をしてみてください。それでは20秒間揺れてみましょう。それではいきます。スタート。こういう感じで揺れるだけです。息は長く吐いてください。ふーっとずっと吐きながら、しっかり腰丸めてください。ああ、効いてきた。いやー、しょっけ。ああ、徐々にね、お腹に効いてきますね。最後はストップです。膝開いて、足を伸ばして、上体を起こしてキープ。これも息は長く吐いてください。ラスト、頑張りましょう。それでは、いきます。スタート。このまま、腰を床つけたままキープです。タオルが抜けないように作った感覚です。あー、きつい。あと少しです。痛え。それでは頑張っていきましょう。いきます。あとこういう感じで動かすだけです。動く幅はね、できるだけ大きく動いてください。こういう感じ。犬のおしっこです。ああ、もうお尻が痛い。ああ、お尻が痛い。ガッガッ。1セット目からしてお尻が痛い。さあ、反対いきます。スタート。体重は上げてる足の手です。ああ、お尻が効いてる。つま先はね、できるだけまっすぐ前向けてください。きつい。犬ってすごい。これでおしっこするってすごい。 OK。 それでは、いきます。スタート。これでキープ。はあ、結構つらい。足はね、横にならずにもも上向けて。ガーはあ、ほほ。これね、自然とね、プランクみたいにね、お腹に力入ってるんです。よし。はあ、もうどこがつらいかわかんないぐらいつらい。さあ、いきます。反対。真横、足持ってきて、こっから浮かせます。いきます。スタート。よっしゃ、これで持ち上げる。あ、スライク。もしね、スライクが頭に置いて、頭上げて、これでキープ。できるだけ足は前です。あー、片側の腹筋がスライク。じゃあ、はあ、はあ、よっしゃ、頑張っていきましょう。今度は初めと一緒です。真横です。いきます。スタート。ああ、2セット目はね、やっぱりつらいですよね。はあ、効いてる。お尻の横に効いてればね、正解です。うおー、うおー、オッケー。いや、はあ、さあ、いきます。スタート。ドリャー。みんな頑張って。お尻をね、いじめよう。今日はしょうがない。お尻をいじめよう。ケツいきめよう。お尻をいじめよう。さあ、あと少し。足がね、動きがね、OK。 いやー、犬ってすごい。さあ、いきますよ。しっかり足上げて。スタート。このね、動きたいのに動かない、この止まったままってね、辛いっすよね。できるだけ足上げて。うー、すごい。大丈夫、みんな頑張ってますか？頑張って。少し。ちょっとね、肩もだるいと思いますが、ちょっと回してね、肩の力取って。さあ、いきます。スタート。ドリャー。うわー、皆さんどうですか？ちゃんとももが持ち上がってますか？これね、まあ、お腹触れないから分かんないと思いますが、これ腹筋すごい使ってるんですよね、実は。あー、うおー、よっしゃ、オッケー。さあラスト、最後はね、肘少し前に出して膝をついて腰を丸めたまま、このまま最後にキープ。これ最後20秒です。ラストいきましょう。頑張ってスタート。最後はね、このね、膝ついたプランクで体幹を最後しっかり鍛えて頑張っていきましょう。あと少し。お尻をしっかり締めてください。うわ、ああ、オッケー。ザー、頑張りましょう。いきますよ、スタート。このままでキープ。結構ね、これね、バランスがいるのと、そして指の力が結構いるんで、足がね、すごい疲れてくると思います。足指が疲れると思いますが、頑張ってキープです。すでに足指が疲れてきてる。横から向くとこういう感じ。かかとの上に座るだけ。これ結構ね、マジでね、体が前にいた時にね、足指にすごい力が入る。1分つらい。しかも周りがなんかうるさい。うわ指が、めっちゃ指が疲れる。やばい、足指に限界が来てる。これでね、キープ。オッケー。指が、足指が効いた。やじろべえを行ってみましょう。これは各足1分です。それでは、いきます。スタート。これでね、足を動かしたりして、バランスを取りながらキープです。いつも浮き指の人は、今、割と指にね、キュッと力が入ってる感じないですか？ちゃんと足の指で地面を掴む感覚が今あると思います。この感覚がね、すごい大事です。やじろべえがね、これバランスがね、取れにくいよっていう人は今取れやすいと思います。この重心がすごく大切です。もしね、バランス取れる方は体を動かしてみてください。こういう感じで。そしたらね、しっかり足の裏の重心が取れてると思います。少しです。この重心をね、取れてくるとさまざまな。OK。 それでは反対足いきます。スタート。どうですか？ちゃんと指に力が入ってる感じしませんか？浮き指だったよって方はね、ちゃんと指に力が入ってる感覚が分かると思います。これでバランスとってください。実はね、歩く時ってあんまり筋肉使ってなくて、こういったね、バランス取ることした方が筋肉ってたくさん使われてるんです。ウォーキング50分相当、たったの2分ですので、こういったね、バランス取りにくいことたまにはしてください。全然バランス取れないよって方はね、すごくね、筋肉の衰え、そして筋肉を使う伝達が遅れてきてるので、こういったことをね、たまにはしてください。少しです。よし、 OK。